後伸びる産業を聞く薬を食べよう。今後伸びる産業って何ですかね。農業ですかね。薬が当たったぜ。銀行業やで。おっと、早速リースが来たぜ。トモス、どうしてですか。理由を聞いたぜ。お金は人の手で扱わんといかんからな。一気も銀行員になるんやで。銀行員を勧められたか。なんとも言えんな。今北産業。おっと、うまいこと言われたか。うまいこと言いますね。これでいいだろう。企業による新薬開発。やはりこれは候補に上がるか。一時的だったりしませんかね。これでいいだろう。介護。なるほど。昔から言われてますけど、でも密ですね。若者が感染させてしまったら本末転倒だな。伸びるというか、自動化やロボット導入で生き残るのは介護とかホテルマンとかカウンセラーみたいな大臣接客業やろうな。なるほど。ただロボットの方が感染のリスクは少ないな。ビニールシートの製造工場。うん、これはブルーシートっすか。ホームレスが増えるということですか。ダンボールって今後も需要減りはしないんじゃないかと思っとる。いや、おいおいおい。テレワーク関係、過去願望。ほう。やはり IT ですかね。結局ガーファですかね。まあ俺もじい様とはグルだがな。 IT もピンキリやね。 SIR は死ぬやし、クラウドは間違いなくどんどん伸びる。最強はアマゾンや。 A はやはり鬼のように強いようだな。アマゾンの敗北を見れる日が来る気がしないです。これでいいか。大麻農家、これ。また変なこと言ってるな。法治国家が機能しなくなったらすごい儲かりそうですね。栽培する羽目にはなりたくないな。第一次産業全般。なるほど、文明が退化しつつあるような気もするな。農業は土地、金、販路がネック。ゴリゴリに物理な産業はそれゆえのリスクがあるということか。ワイのおちんちん。おっと、これはやべえぞ。伸びそうですね。これでいいな。化学の素材メーカー、コロナアフターで確実に伸びる。これやろな。化学メーカー大概安定してるし、保険としていろんな事業にも手を出してる。株価もこれからもっと上がると期待してるわ。何やら伸びそうな風味があるな。葬儀屋。そういえばコロナ騒動で葬儀屋が潰れたのは意外やった。それぞれの業界でいろいろ複雑な事情がありそうだ。オケ丸水産。またなんか言ってるな。今北産業とオケ丸水産って対極の関係にあるんすね。ちょっと意味不明なレースだがこれでいいか。ダメバツ農業。え？デリバリー、飲食に限らず。これはすでに明らかに成長みたいだな。いろんなデリがありますよね。これでいいだろう。政治家。安泰そうだな。最大のポテンシャル持ってるのは農業。伸び率から見れば軍需産業もそれなりだが。戦国時代みたいだな。ドローンが一番伸びそう。感染のリスクを抑えることができるし、配達の需要も高まりそうだからな。ドローンやセグウェイは普及してもいいのに、行政や政治家が保守的すぎるからな。セグウェイなんて軽車両でええのにな。馬車とか馬が軽車両で行動走行可能なんだから、どっちが安全だよって話。日本の闇だな。経営学部の教授はバイテクって言っとったな。何やら未来がありそうだ。宗教関係はガチである世代あたりから廃れそうやな。葬式も坊主レスの葬儀が普通になるんちゃうか、そろそろ。しかし社会不安に乗じてヤバい新興宗教とかは出てきかねないからな。公金の乱とかは起きないでほしいところだ。最後に俺が立てたスレであることの証拠を残しておくか。ピヨピー。またいつか聡明なるオンジェイミンに教えをこいに行こう。いやー、しかしダメバツ農業って何なんだろうな。それではさようなら。どうもこんにちは。このチャンネルの2チャンネルの反応シリーズ、かっこ真面目なやつを再生リストにしてまとめました。最初のやつから一気に全部見ることができるので、よかったら見てみてください。それではさようなら。